声優の月城里奈です。本日はイラストレーターの青賀長さんをゲストにお招きしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、青賀長さんの紹介をさせていただきます。画家、イラストレーター、大阪府の出身です。武蔵野美術大学日本画の学科の卒業です。デジタルアートバトルリミッツの初代世界チャンピオンで、幼少期より幻想世界のモンスターや恐竜、動物などに興味を持つ、一風変わった独自の視点と物語性を込めた作風が特徴的。幻獣から昆虫まで様々な生き物をモチーフに、ゲーム、書籍、ウイスキーラベルなど多方面へビジュアルを提供。個展やグループ展での作品発表も行っているイラストレーターさんでございます。はい、はい、今日は青賀長さんといえば、デジタルアートバトルリミッツの初代チャンピオンというふうに伺っておりまして、リミッツを知らない方に説明しますと、20分間で絵を描くアートバトルということで、今日はリミッツをやるわけではないんですけども、実際に青賀長さんが得意とするライブペイントを見せていただきたいなと思っておりまして、はい、よろしいですか？わかりました。よろしくお願いします。はい、最初は何描こうかなっていうふうに、そう、アイデアをどの辺で浮かんでくるのかなと思って、自分でもなんか不安で描き始めるので、大体最初は不安なんですか？どうしようかな、そういう時はなんかどうしようかなって考えながら、とりあえず地面描いてきた。とりあえず地面なんですね。とりあえず地面描いて、なんか心を落ち着けます。そう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 。ブラシがね、やっぱりいろんなブラシ用意してるんですけど、はい、ガサガサっとしたブラシ使ったら、なんか、大したことしてないけど、情報量が増えるっていうような気がします。手数増やしてなんかやってるみたいな。なんかやっぱり止まると、やっぱり飽きて、見る人どっか行っちゃうから。だって実際20分っていう時間ってすごい短いと思うんですよ。その限られた時間で、作業しなきゃいけないわけじゃないですか。20分って、ね、見てる方は結構長いんですよね、多分。やってる方としてはどうですか？やってる方としてはね、20分で描くとか無理。無理。本当そうですよね。だから、まあ多少ね、下手くそに描いてもね、ご愛嬌と思ってください。だってそのリミッツってその場でテーマ与えられるんですよね。あ、そうですね。だからテーマ与えられてから、その場でアイデアを浮かばせて描くんですよね。そこ結構難しくって、大体どんな絵描こうかなぐらいのことは考えてたりしますね。あ、じゃあ。することもあるし、でも、それを一からなんか、まあ、それは時々ですね。テーマ分かったらね、こんな絵描こうとかやることもありますけど、いきなり無茶振りされて、なんかとりあえず私も不安だから地面描いとこうとか。青賀長さんはじゃあ最初地面描きがちってことですか？最初地面描きがち。結局地面使わないことがあります。待って、すごい色が変わった。何今の？これグラデーションマップ使う。急に変わるんですよ。すごい、急に空が出てきました。私が描いたわけじゃないの、すごい。ボタンを押しただけ。ボタンを押しただけ。わー、すごい。グラデーションマップは、はい、まあ、グラデーションで、ね、黒から白とかいろいろありますけど、それを指定して、赤から青だったり、こうやったら青から白にするだけで、なんか空っぽいものができるっていう。ああ、なるほど。色を指定して、グラデーションにする効果を与えるってことですか？そうそう。結構このグラデーションの技術は使いますか？絵を描く。グラデーション技術を使いますね。やっぱり後からちょっと変えたりとかするだけでも夕焼けになってるし。あ、そっか、色さえ変えれば確かに。そう。ほら、もう出した。何これ？めっちゃうまいですね。え、めっちゃうまいですね。今描いたんですか？今描きました、ね。嘘だ。これ何、素材ですよね。前はちゃんとね、ライセンスがもう正規のやつなんで。すごーい。あ、角度と奥行き感も変えて。最高に。うまい、ね、でも、そっか、時間がやっぱ限られてるがゆえに、こういう素材とかも使って描いていくんですね。そうなんですよ。結構ね、もう素材使った方、使うと使う、それで、画面がね、急にポンって変わるんで。なんだろう、血血ですか、これは。血ではなくて、はい、気づかないですか？なんだろう。あ、わかった。焦げ。違いますか？マジですか？違う、わかんない。なんだろう。いちごとか食べた時に飛び散るやつ。やり直していいですか？待って、ごめんなさい。私の多分これ読み能力がなさすぎるんだわ。
いやいや、皆さんがね、数年間お付き合いしてきた。焦げじゃないのか。なんだろう。咳してるな、なんかスタッフさんが。え、ウイルス、ウイルス。あ、はい。ウイルス、あ、ウイルスか。ウイルスか。全然、ウイルス見たことなくて、わかんなかった。初めてウイルス見ました。マジっすか。ニュースで散々見た、なんか、もういいよ、この画像って。ウイルスでした。すごい、ドラゴンの迫力がすごいですね。後ろのビルだから、なんだろう、やっぱりこの、今のご時世的にこの社会ではびこってるみたいなイメージですかね。はい。ああ、また雰囲気がガラッと変わりましたね。すごい。どんどん天気が悪くなっていってますね。なんか新しい新キャラ登場ですね。なんだろう。なんだと思います。あ、待って。人間ですか？なんか人に見えます。ですね。うん。戦いそうな人に見えます。青ヶ町さんが人間を描いている。人間を描かざるを得ないような時の絵ももちろんあるんですよ。なるほど。これは人間描かないとダメだなっていう。そっか。まあ、ウイルスと戦っていく人ってことですよね。おぉ、これが一つのアクションで、塗りつぶした上でちょっとあの線を緩めるっていう、そういったあのすごいアクションを組んでます。時短テクニックみたいなやつも結構あるんですか、こういうソフトで。結構、あの普通の絵描くときには使わないんですけど、内ペンとき用に、やっぱりその、線が出来上がってから中に塗る作業って、塗ってる側ちょっとあまり面白くないかなと思っちゃうんで、そういうのはちょっとワンボタンで、シュッとできるようにして、コンセプトが伝わったら、次に、こう、ステップに行けるようにしてます。ライブペイントやりながら、観客の気持ちも考えながら描いてるってことですね。時間が、やっぱり、20分とか10分とか、全然足りないんで、普通の絵描こうと思ったら。すごい。この人は左腕がないですか？まだ、どうでしょう？うん、ちょっとわかんない状態になってますね。物語性があります。急いで描いたからかもしれない。どうなんだろう。おお、すごい。この時にはバリアだ。何をするんでしたっけ？皆さん一生懸命つけましたよね。マスクだ、バリアだ。え、ライブペイントってもしかしその絵の中で物語をどんどん変えていくことも可能ってことですか？私はそうしてます。すごーい。おお、より凶暴そうになりましたね、ドラゴンが。口が大きくなった。
フィルターをかけています、うん、おーすごい、これもちょっと、うんうんうん、そのフィルターみたいなのはあんま仕事ではしないんですけど、はい、あすごいこんなこともできるんだ、ね、ライブの時なら、うん、結構なってみると派手ですね、面白いですね、うん、本当にこう変わっていく感じで、うんうんうん、ブラシモードをね、直接追い上げモードとかにすると、はい、あの急に派手に色が変わったりするので、ご自分の予想してない色に変わったりするので、なるほど、面白いですね。その時ならではの色が出るんですね。どうしましょう。どうしよう、攻撃が来ちゃう。そうなんです。どうしましょう。バリアはあるけど。バリアも。ああ。一枚。あ、どうしよう。不透明度が50になった。不透明度が不透明度が足りない。左手。え、すごい、どうなるんだろう。ジムの、うん、ジムのどっちだ。わかった、取れましたか。ワクチンだ、来ましたね、注射器の形になってる左手が。さっき左手をわざとああしてたのってこのためだったりしますか。このためだったりします。うわー、天才だ、すごい。貫通した貫通した倒した倒した、という手が出ました。すごい、私勝手にライブペイントってなんか一つの絵を時間内に完成させるイメージだったんですけど、青ヶ町さんの場合はその中でちゃんとストーリーがあったし、なんかえ、こうなるのって思ってたら、え、こうなるのみたいな、すごい怒涛の展開で見ててめちゃめちゃ面白かったです。よかったです。すごい。どうしてそのアイデアが浮かんでくるんですか？制作途中にも浮かんでくるし、あらかじめ決めてても浮かんでくるしっていうことですか？今回はね、はい、やっぱりそのこういった、もうまあ、不穏なもんから、なんかまあ、コロナのね、コロナという化け物を、まあ、マスクをして、うんうんうん、はい、自分を守りながら、ならではのものですね、はい、ワクチンが来るまで耐えましょうという。はい、まあ、そういったストーリーでいきたいなと思ったので、ただやっぱりその素材とかはね、やっぱそのよく使いそうな、まあ、ビルダとかは用意してきましたけど、ね、うん、はい、うん、だいたいこういう構成にしようかなっていうのは考えながら。うん、青ヶ町さん今日はありがとうございました。はい、こちらこそ。ライブイベントめっちゃ感動しました。ありがとうございます。なんか絵を見てたんですけど、なんか本読んでるみたいな感じになれたし、すごい物語性があってめちゃめちゃ心に響きました。はい、ようやくね、長らくはもう、うん、私も東京来るのが本当に久しぶりで。ああ、そうなんですね。あそこファンタジー大阪からいらっしゃってるから。そうか、そうか。もうコロナ、コロナに阻まれて、もうリモートばっかりだったんですけども。また遊びに来てください。そういった気持ちをぶつけました。はい、はい、ありがとうございます。最後に宣伝などありましたら、ぜひお願いします。はい。アナログゲーム、みゆきの村のキュービの狐の全イラストを担当しました。雪国の住人となり、誰かに取り付いたキュービの狐を探します。この狐のほか、6種類の住人が登場するのですが、全員動物キャラにしています。ゲームマーケット2023秋にてリリース予定です。はい、ありがとうございます。青ヶ町さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。